攻めて打つということをやっていただきます。で、攻めて打つやり方においてね、大事なことがあるんですね。一つは状態が前後しないことね。そしてまた、上下しないこと、上下しないこと、前後しないことが大事なことです。そして右足を差し出したら左足の引き付けを早くするということ大事ね。いいですか。それともう一つ大事なことがあるね。めっちゃ大事なことが、いいですか。ここからね、先ほど言いましたように、自分のしのぎと相手のしのぎが交わったところが中心ですよね。その時に相手のしないを抑えすぎない、攻めすぎないということが大事なんです。ここからね、さあ佐藤先生攻めて打て打てたなって言うて、ここからこう言って打つとダメなんです。え、それでええんちゃうのと思うか知らんけども、これは打たせてくれません。だ、どうしたらいいかというと、自分のしのぎ、相手のしのぎをするようにね、するようにこのまま相手の正中線、対中線に向けて竹刀を出すんですけども、その時に相手のつば元にここからスーッと体を持っていくだけ。力入れたらダメね。ここからスーッと力入れないの。しかしながら剣線はここまで自分の身幅から完全に遠くでいっとるんです。これが大事な、ここがいいですか。だからここからやー、ここからスーッと入って、そのままストーン目打っていく。いいですかね。だから最初にね、またちょっと変わったことします。最初に一足一刀の周りで右手離します。そしてしのぎの力比べ、ここでしのぎの力比べ、そうやろ、しのぎの力比べ。はい、今度反対、しのぎの力比べ、どちらが中心を取っていけてるかね。はい、ちょっと動いてもいいです、バッね、ここでしのぎ、はい反対、バッ、はい、しのぎの力比べ、バッ、一番力加わるとかあるんです。そこに右手をはいスッと構えただけで、中段の構えで先ほど言いましたように、相手の左目頭のところに剣線がスッと出たような、そういう構えになってきますね。それを相手の中心を取ろう取ろうとすると、左手が中へ入るんで、中へ入ってしまうとね、剣線の力めっちゃ弱くなるんです。ふにゃふにゃね。だから整体した時に、自然体になった時に、左拳ね、小指は左の、おへその前、約一拳から一拳半って言うでしょ。そうなると体はこっち向いてるから、その前になると少しだけね、開いたような構えになります、ね、そこが一番力の入るところ。そして相手の左目頭に一足一刀の時にパッとこう合うように、そうすると何もしないけども圧迫感じるね、パッと取る。相手の竹刀がアンテナとなって、相手の気持ちが自分のしのぎを通じて分かってくる。あ、打とうとしようとしてんのかな、あ、何か技をかけようとしてるなとかね。ここからそのまま、差し面あたりで打ってきて、はい、バッ、しのぎを使って、分かった今の、分からん、最後の最後までこう来たやつ、はい、ずーっとバン、相手の竹刀をスーッと支えながらパッと、こういう打ちもできてくるね。でまた橋田の先生方かかっていくと、相手してもらえないことは多分あると思う。どういうことかというと、こっからはい打とうとする、はい打ってくる、ずっと、こういうこともできるね。そしたら全ての相手の技を自分が受け止める必要ない。全部相手しようとすると、まあ笹踊りになってしまうわな。ここから笹踊りで相手来てきた、ね、全部相手しようとすると、そうじゃなしに相手するとこしないところしっかりと分けてたら、来た、まあ、来た、ずらっバーンいけるわけです。そうすると堂々とした剣道できますよね。
そこで慌てないで済むでしょ。そして先ほどあったようにこういうこともできるし、さっき面打ってきた時にずっとパッと、ね、相手のしのぎを自分のしのぎで支えながら打つこともできる、ね、相手が、刺し目で打ってきて、ここからバン打とうとする花を押さえて出頭打つこともできる。僕高校生の時めっちゃ得意やった。相手が打とうとするところを、はい、スッバーン、打とうとする花をチュッと押さえるだけで相手飛んでくる、目を見せてくる、まあ、そういう技もねできますよということ。だからしのぎとしのぎの力比べちょっとやってみましょう。はい、相手組んで、はい、表しのぎ、左手だけで右手を離して、はい、力比べ、力入ってますか。はい、裏しのぎ、はい、力比べ、はい、力入ってますか。はい、しっかりと中心取れてますか。はい、表しのぎ、しっかり力入ってますか。はい、それに右手を添えてください。それだけで適正な構えで、左手右手のバランスっていうのが良くなるんです。相手に感じさせないぐらいのつもりで中心をスーッと取っていく。左足をここでしっかりと引きつける。ここからスーッ、そっからストーン打っていく。いいですか。はい、そしたら攻めて正面打ち、はい、日本合体で1人3回6本いきましょう。日本合体3回6本始め。はい、やめ。一番大事なことは何でしたか。規制もそうやけども、剣線と剣線が交わるとこで構えなければ攻めしろありませんよって言いましたね。構えてやーってここでもやー言うてはる。ここでいいかな、ここで、ここでやー、ここでここでやーやー言うてたら、商談審査特に8段でも、ね、えまだ聞いてきてないの、え、まだやーやー言えへんかったら聞が収まれへんのってなってしまう。やー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 、え、まだ。ここは気をためるとこ、そして放つ前の場所ね。気を放つところはこっからいやー気を放つ、ここに入ったら気をためるところ、気をためるとこでやーやー言うてたら審査員見てくれませんよ。さっき言ったように、おい、まだ聞いたまってないのってね。今はここでしっかりとやーってしっかりと声を出す。そして攻めて打つ、相手の右拳のとこまでしっかりと入り込む、うーっと入り込む、そっからストーンと打って、はい、もう一回いきましょう。はい、出だしの前しっかり考えて、はい、始め。いいですね。スッ、おお、あんまり個人でもいいですから、はい、そのまま入ったらいいから。あ、いいですね、なかなかいいですね。ね、先ほど言いましたように相手の懐へ入って右拳あたりを攻めるときにね、あんまりこじないようにね、こじるっていうのはちょっと力入れて中心を取ろうとする意識ね、それができるだけ働かないように、構えたその形のまま、構えたその形のまま相手の懐へ入っていくと同時に剣線を相手の右拳につけていくというつもりね。だから相手に入ってきたことを感じさせないように入るって非常に大事ですね。それと入った時にね、こっから入ってそのまま打とうとする人が多いんで、そうじゃなしに入りと攻めは別にしてください、ね、攻めは攻め、入りは攻め入り、うん、そっからストーンと打っていく。いや先生、そんなことしたら入った時に打たれるんちゃいます、そう思うわな、そんな近いところまで入っていったら打たれるんちゃいます。運転免許証を持っておられない方手を挙げてください。運転免許証を持っておられない方、
みんな持ってますね、運転免許証ね。危険を感じてからフットブレーキを踏んで制動距離、制動するまでの距離のことね、空想距離って言う。空想距離だいたい 0.7 秒ぐらい、その空想、危険を感じてからフットブレーキを踏むまでが空想ね、 0.7 秒ぐらいかかると。でフットブレーキを踏んでから聞いて、それが、止まるまでね、いろんな距離によっては違い、スピードによって違いますけどね、それぐらい危険だと思って自分の行動を移すまでに 0.7 秒かかるっていうんです、ね、私が教えていただいた角俊彦先生ね、いう方がずいぶん前の剣道日報に書きましたけども、シュッて入ったら相手は入ってきたことわからんもんやでっておっしゃった。でその時はね、何言うてるかわからなかった。でもシュッと入ったら相手は入ってきたことわからんもんやでっておっしゃるのを頭の中に入れながら賀来先生のお稽古姿を見た。そしたらこう構えてるところから「やあ」「やあ」って言われるの。「やあ」って、そこからふーっと入るの。ほなもう目打つしかない。「どう?」「やあ」ふーっと、何歩打ちに行ったかって打たれる。こっちは面打ってるつもりな、チャンスやと思って面打ってるつもりな、でも違うね、もう引き出されてしまってるね。ある人はね、賀来先生は小手なんか打ったらダメだっていうのね、面打ちなさい、面打ち練習してなさいって。いや賀来先生はそれは言うけど、打ちに行ったらもう待ってるしなって言われるの。違うね、もう引き出されてしまってん。それを打ちに行ったら返し道するのに待ってるぐらいみんな思ってしまう。そうじゃなしに相手の懐へこっから入っていって、スーッと入っていったら入ってきたことってあんまわからんもんなね。こっからスーッと入ったら、はっ、その代わり左足の引き付け早さなきゃいけませんよね。こっからスーッと入るのに、こっからシューッと入る、スターンね。ここは入った時には 0.7 秒相手は自分が入ってきたこと分からへんよということをしっかりと頭に入れながらやるということが大事なね。でそのためには頭を上下させない、目を前後させない、壁がそのままね、こうやって壁が自分はもう壁やと思う。その壁がそのまま平行移動でスーッと入って、スタン、そういうつもりで自信を持ってねやってみてください、ね、そしてもしそこ打たれるんだったら、あ、自分の入り方が悪いんだなと思ってくださいね。あ、佐藤先生悪くないと、いいですか、はい、お願いしますはい、そしたら日本語台で4本いきましょう。日本語台4本打つの早い、打つの早い、打つのが早い、はい、もっとここでしっかりパッ、そっから打つ、こっからスッパッ。これは武道の剣と違う。ここが早いのはスポーツ剣道だから、相手の心動いたところ打たないかんから、こっからスッパッ、ね、守った、打とうとする、その心加減を打つのが剣道やから、ここを早く、ここを、これスポーツ的な、さあ高校生ぐらい構えへんよそれでね。あ、今ねちょっと田辺先生にもまあちょっとアドバイスさせていただいたんですけどね、入ってすぐ打つのはスピード競ってんのと一緒な、入ってすぐ打つのはスピード競ってんのと一緒な、これはねスポーツ的剣道な、スポーツ的剣道ね。これは体のバネが、瞬発力がある方が勝つ、ね、高校生大学生だってポコポコ打たれるでしょ、打たれるでしょ。これはスポーツ的な剣道で相手してるから、だからそこは早く打ってこられたら負けちゃう、これはスポーツ的剣道。そうじゃなしに入りと打ちを分けることによって
スポーツ的剣道から武道的剣道に変わっていくわけです。ここが大事なの、ね、だから勘違いして奈良の恥を受ける生徒いてるんです。あんだけ当たったのになんで通らへんのかな。それはスポーツ的剣道で相手で早く打てばそれでいいと思ってるからなんです。そうじゃなしに剣道というのは心を打つ武道ですからね、相手の隙を打つんじゃなしに相手に隙を作らしてとか相手が打とうとするその心が芽生えた時とかそういうものを打つのが剣道武道です。いいですか。そういうことができると不老の剣老いない剣ね。だから年いった先生でももうなんぼかかっていったかって手に負えへんっていう先生いてると思う。そういう先生はそういうところをしっかり武道的に捉えてはるからなんぼやっても歯が立たない。いいですか。ね、だからそこをしっかりと頭の中に入れた上でこっからさっき言った攻めと打ちは別物にする、ね、つま先をスッと差し入れたらスッここを速くする。ここで相手の守ろうとするのか出ようとするのか受け止めようとするのか、ね、そこを打つのが剣道ですよ。だからここからもし、ね、入っていってさっき面を打ちました。だから相手は面を打たれるという意識を持ってるから後でまたしますけどね、ここからスッと入ったら面を防ごうとする。そこをパッ小手に変わる。これは攻めが効いた状態です。相手の心が動いた状態です、ね、ここから入っていったパッと入っていった、あ打たれ打たれる打ってきた、ここで、ね、守ったのもそうです。だから今度は入っていったら打たれ打たれる、だから相手の先に打とうとした、スッパッパーン返してスッ、ね、これが剣道ですよ。相手の心を打つのがよろしいですか。もう一回だけね、あと2本だけいきます。これね細かいことうるさいなと思うかしないけどここが一番大事なんです。いいですか。だからそこを大事なとこを得得するんだという気持ちでしっかり当麻食人、皆さん方ね横から見てると当麻食人で構えた時の姿は素晴らしい姿してます。うわー剣道やってるな剣道家だなって、ここでパッと構えた時にパッと、いやーごつかっこいい。でもここでいやーって言ってたら行こうという気持ちと打たれたくない気持ちが半々になってゼロになってしまう。ここでやると行くぞ突くぞという気持ち 100% になるんです。ここが大事なところですか。だからここでしっかり構えて、いやー構えたやつをそのまま壁が平行移動するように右左と足を差し出して左足の引きつく早くする、スッそっからストーン。はいもう一回行きましょう。はい日本語応対1回だけ、日本語応対1回だけ、はい仕上げですよ仕上げ、はい始め。これが攻めて打つということね。攻めて打つ、まあ2拍子の打ちになりますけれども、攻めと打ちが分離したような打ち方やね。攻めそれと打ち、ね、これが攻めて打つ方法。さっき言いましたように攻めて打つのはただ面だけじゃなしに、ここからスッと入った時に相手が守ろうとしたところは小手でもいいし、ね、ここからスッと入って守ろうとしたところはこちら側の面でもいいし、ね、相手がここから打たな打たれると思ってパッと打ってきた時はここからパッと抜き戸でもいいし何でもいいんです、ね、そういうふうな形で攻めて打つところはその時々によって自分で判断すればいいですし、ここでひらめきの技が大事なんです。ひらめきの技、ね、相手の動静によってひらめいてどこを打つのか、それを瞬時に判断するということが一番大事でね。ひらめきの技、商談審査の中でも審査員がじっと見ててパチッと打った時、あ、とこ打ったなっていうようなね、はあいうとこ打てるかっていうようなね、ひらめきの技。面を打とうと思って面を打つの誰でも打てるんです、ね、面を打とうと思って攻め入ったけども相手がパッと避けたところを胴にパチッといくとかね、相手をしっかりと自分と相手としっかり剣道するということが大事ですね。だ次はね、攻め打ちですね。攻めと打ちが合体した打ち方、攻めと打ちが合体した打ち方、ね、先ほどやりました、やったことと同じです。ここから一歩攻め入る、まずは
右足をスーッと出しながら止めて、そして面を打つ。今度はここから攻めを一つ一つ二つして面を打つ。その次は右足を止めずに最後の最後まで右足のつま先で床を捉えながら最後だけ打っていく。この3つ、いいですか。3本合体で、3回いきましょうか、ね、攻めて右足を1つ出す、2つ出す、そして止めずに打つ。いいですか。この3本セットで3回、いいですか。はい、間合いは近い前から言ってくださいよ。近い前から、こんな近くでいいのかなというぐらい前から。はい、始め。足を出して打つときに手が上がってから足で出るから、足と手と一緒。足を止めずに打つときは、足を止めずに打つときはね、できるだけ右足のつま先、それをずーっと最後の最後つま先でいく、ね、つま先上がるとかかと痛みやすいね。ここからこうなるとガーン、つま先で。さっきみたいに、ね、市内の県線変えずに打ってみて。市内の県線変えずに、高さを変えずに。もう一回。ごめんな。なんか違い分かった？はい、体の動き、運びが違いました。うん、それとな、大事なのは振り幅。高いところから相手に強い打ちを出そうとすると大きく振らへんかったら打てんよ、うん、でも相手の手元から打ったらそんなに振り幅なくても打てたんちゃう？はい、そうやろ。ここの、もう一回やってみ。相手の手元スーッと行きながら、スーッ、はい、スーッ。今のそのままやった？今のそのままやった？だから今度相手の拳をちょっと指し示しながら、相手ここから、うん、だな、ここから相手の拳をスーッと行きながら右足を出してそこから打っていく。スーッと。そんなに大きく振りかぶんでええやろ。脇開かんでええよ。はい、今ね、ちょっと女性の名前何やったかな、武井さんかな。武井さん、この間京都でおったっけ。そうやな、言うてくれな。今月発売のね、剣道日本、今月発売、あい、買った人、おいおい、嘘でも手上げな。鶴川さん、宣伝足らんで、もう宣伝も行こうか。今月号の剣道日本の随分後ろの方にね、全国老犬士会、老犬士会、老というのは耳の聞こえない人、ね、耳の聞こえない人たちが集まって剣道愛好者として一生懸命頑張ってんの、ね、でもなかなかやっぱりね、健常者の中に入りにくかったりね、試合なんかでも始めっていう声が聞こえないから、ずっと主審の方こうやって見ながら、あ、こうやったら、あ、初めて言うだなと思ってやるわけですよ。そしたら中学生小学生の子なんか、こいつ耳聞こえへんから、もう初め言うたらすぐ打ってたら絶対勝てるわと思ってやるわけですよ。そしたらこうやって見てるから、初めて言われた瞬間ボコンと打たれてね、負けるという、そういうふうなことがね、よくあってね、もう剣道面白くないわというようなね、そういう老の人もいてるんね。まあ、そうじゃなしに、老の人には老の人に対する剣道の審判法があっても違うかなということで、でその人たちと私とちょっとコラボしながらね、初めの時は、主審副審全員が旗をパッと上げて、3人ともね、そして始めって言ってあげると、
主審はここにいてる、ね、副審は向こうにいてる、試合者はこっちにいてる。そうすると試合者は主審だけじゃなしに副審の姿も見えるから、ね、ここから始めっていう姿が見えるんでパッとね始めやすいとかね。で面に勝って面ありって言うたかって、え、何打たれたん、え、何って。そうじゃなしにここから面ありの時は面あり、そして面を示す、ね、小手あり、小手を示す、胴あり、胴を示す。そうすれば打った方打たれた方も納得できるでしょ。そういうことをちょっとね、コラボしてねやったことあるんです。その時に武井さんが来てたな、な、ご苦労さんでした。まあそんなんで健常者ばかりが剣道を楽しむんじゃなしに、そういう老の人であったりね、あと石腕の人であったり、そういう人たちにも剣道をしっかり楽しんでいただけるようにね、皆さん方が優しい気持ちを持ちながら指導していただけたらいいなというふうに思っております。ちょっと武井さんの姿見ましたんでね、ちょっとこういうことを付け加えしていきました。はい、まあそういうことです。はい、構えましたね。剣線が高いところからそのまま入ります。そうすると相手に強度と差異のある打ちをしようとすると本能的に大きくなるんです。本能的に大きくなるんです、ね、小さく打っても強度と差異のある打ち打てないと思ってしまうから、それは頭で思うんじゃなしに体がそう思ってしまう。だからこっから剣線が高いところからこう入っていくとどうしても打ちが大きくなる。そうじゃなしに今武井さんに私が言うたのは、相手のつば元をしっかりと剣線をスーッと下げながら入って、そして打ったら同じ振り幅でもね、ここから打つ振り幅とここから打つ振り幅は同じなんです。だから強度と差異のある打ちっていうのができるんですよね。だから剣線を低く取ったところから打てば、あ、こっから打てるなって自分は本能的に思うんで、こっからスッと、ね、思うんで思い切って打てるんです。しかし高いところを打とうとすると、あ、ここから打ったらどう抜かれるかもわからんなとか思ってしまうともう打てない。どうしても動作が大きくなって相手に脇を見せるようになってしまう。そうじゃなしにここから相手の中心、正中線、対中線をしっかり攻めたところ、さーっと入ったところから割って、そこから打っていくと小さい打ちでも強度と差異のある打ちができますよということを今ちょっと武井さんと話しましたんで、ね、ちょっとそこ実践してみてください。2本だけ、ここからやーってね大きく、そこから、入りますね、入ったね、まあ、入った時間、ごめんなさい、一足一刀のところから右足を出しながら相手の右拳をスーッと行きながらそこから打っていく、ね、右足を出しながら相手の右拳をスーッとそっから打っていく。ちょっとやってみましょう。はい、剣線を低く取ってっていうかね、相手の中心を取りながらいきましょう。はい、始め、2本だけ始め。はい、右足だけですよ、右足だけ。